2015年4月某日、日本国東京都森宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。どうもーす。結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃ、もう少し早く上がれたんだが。ま、おかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。お？ヒイラギ？見間違いじゃないよな。あいつこんな繁華街をうろつくようなやつだったか。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。おいおい、ジョーちゃん、釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視？なんだかお兄さん、そろそろムカついてきちゃったな。見れば見るほど綺麗な顔してるじゃねえか。笑顔の一つくらいサービスしてくんねえかな。あんま怖がらせんなよ。その制服、確か森宮学園だろ。結構いいとこ通ってるじゃん。たまには俺らと思いっきりハメ外そうぜ。あいつらチーマーか。どこかで見たような。仕方ねえ。おい、あんたら。なんか赤いヒビ現れたわね。なんだよ、何が。ヒイラギ！なんだ、何が起き、
いおい、一体何の冗談だよ。夢？それにしちゃ意識がはっきりしてるような。綺麗っつうか不気味っつうか。まさかあの世とか言わねえよな。さっきまで確かにあのガード下にいたはず。ヒイラギ、おい、どこだヒイラギ。あのチーマーどももいねえ。さっきのに巻き込まれたのか。わけがわかんねえ。一体何が起きてるんだ。ここでうだうだやってても仕方ねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。なんだか薄ら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒイラギ、いねえのか。いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。あれは。ヒイラギにさっきのチーマーどもか。無事みたいだな。たく心配させやが。ヒイラギ、ソウルデバイス起動。逃げる、エクセリオンパーク。無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか無鉄砲なところがあるみたいね。なあヒイラギ、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明すぎるってのえ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢。少なくともあなたにとっては。ヒイラギ。でも
安心して。悪夢もいつかは覚めるもの。今日常に返してあげるわ。おやすみなさい、時坂君。